日本語能力試験懲戒 N1 問題1 1番 1> 電話で女の学生と男の学生が話しています男の学生は明日何をしなければなりませんかもしもし伊藤君？私 田中だけど、明日のサークルのミーティング、休養で出られなくなっちゃったから、代わりに仕切ってくれないああ、そうなの。わかった。えっと、議題は学校のお祭りにサークルで出すお店についてだよね。うん。今年は何か料理のお店を出すことに決まったけど、みんなで話し合って、何の料理にするか候補を挙げてもらいたいんだよね。料理の候補だね。わかった。 必要な食材とか借りなきゃいけない調理器具も考えて意見出してもらってね。他のサークルがどんなお店出すのか情報も集めなきゃいけないし。あと、ミーティングの記録も誰かに取ってもらって。うん。記録は山下さんに取ってもらうよ。ありがとう。よろしくね。男の学生は明日 何をしなければなりませんか 2>, ?2 番。会社で男の人と課長が話しています。男の人はこの後、まず何をしなければなりませんか課長、社員の交流を図る企画についてなんですが。ああ。 これまでの食事会に代わる何かを提案してほしいって頼んでた件ですね。はい。私一人のアイデアだとバラエティに乏しいと思って、他の若い社員にも聞いてみたらいろいろ出てきたので一覧にまとめてみました。こちらです。これ、アンケートに使えそうですね。これをもとに社員全員の希望を調べましょう。これで質問項目を作ると結構な数になると思うんですが。数が問題というより、 みんなの希望を聞いたところで、費用や手間の面で実現が不可能なら意味がないから、その辺を検討して、無理じゃないかと思うものは外して、案を作ってもらえますかはい。あ、それと、どちらかというと、私の世代の意見に偏ってるところも気になってて、ベテランの社員の方とか、もう少し幅広い年齢層の意見を盛り込んだ方がいいのではないかと。 私としてはもともと若い社員のアイデアで進めたいって考えているのでそこは気にしないでくださいはいわかりました男の人はこの後、まず何をしなければなりませんか3番。 スポーツジムで男の人とインストラクターの女の人が走るときの姿勢について話しています。男の人はこれから走るときの姿勢をどのように変えなければなりませんか先生、私の走り方どうでしたでしょうかお疲れ様でした。ランニングフォーム録画しましたので、今日は上半身を中心に一緒に見ながら確認しましょう。はい。 よろしくお願いします。まず目線。これは正しい姿勢にも影響するんですが、目線が下がらず高く保てています。次に腕の振り方ですが、足の動きと連動しているので重要です。もう少し肘を後ろ、背中の方に大きく振ると足を前に運びやすくなります。そうなんですね。わかりました。背中は丸まっておらず、リラックスしていていい姿勢です。 体の重心の左右のバランスも取れていますね。左右のバランスが悪いと片方のシューズがよくすり減るんですよ。はい。男の人はこれから走る時の姿勢をどのように変えなければなりませんか 4番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこの後、まず何をしなければなりませんか内田さん、レストランの新店舗オープンに向けての計画書のことだけど、次の企画会議までに最寄りの山川駅の利用者に関するデータも付け加えてもらえるかな先週メールで送った出店計画書ですかうん。 周辺地域の人口を分析したデータからファミリー層も多く住んでいる地域ってことはよく分かったんだけどその分析だけでは駅をどんな目的で利用している人が多いかわからないから平日と週末の利用者数の変化も知りたいしわかりました他に直した方がいいところはありますかえっと新店舗の売上予測なんだけどこれは確か前に再度検討するように伝えてたよね あ、はい、直しましまた。うん。今回の計画書では周辺の店舗の収益をもとに数値を出して修正してるし次の会議で不安な声は聞かれないと思うよ。そううですす。か。ありがとうございます新店舗の店内のデザイン案については会議で細かく詰めていくことになると思うから変更するにしてもそれからだね。はいわかりました。 女の人はこの後、まず、何をしなければなりませんか五番野外活動で、指導者がナイフを作る説明をしています。参加者はこの後まず、何をしますか今日は、 この瓦で活動を行います。ええー、釘は鉄からできていますので、熱を加えると形を変えられます。今日は、この15センチほどの大きめの釘を材料としてナイフを作ります。手順は、炭に火をつける、その火で釘を熱する、金槌で何度も叩く、冷やす、研ぐの順です。この順番で作業を進めます。金槌で叩くには、 安定感のある平らな石が不可欠です瓦でちょうどいいものを見つけてください釘を熱し始めると火のそばから離れられませんので事前に用意しておきます準備ができ次第炭に火をつけますあと釘を叩く前には保護メガネを忘れずにつけてください 参加者はこの後、まず。何をしますか。問題二。女の人と男の人が。星空鑑賞会について話しています。男の人はこの鑑賞会について。何が心配だと言っていますか。野村さん。 野村さんが企画してくれた星空鑑賞会、今度の土曜日ですよね。子供と一緒に参加します。よろしくお願いします。こちらこそ、会場の西山公園、ちょっと遠いけど、星がよく見えるよ。ただ、今回、子供と大人合わせて30人ぐらい集まるんだけど、いつもより少し多くて。そうですか。西山公園って広いんですかうん、割と広いよ。 自分の天体望遠鏡2台持ってくんだけどね。みんなが公平に覗けるようにもう1台欲しいから仲間に頼んでるんだけど、まだ返事が来なくてハラハラしてるんだ。参加人数が多くなると色々大変なんですね。望遠鏡はこないだ買ったって言ってた最新のを持っていくんですかうん。1台はそれ。使いこなせるようになるか心配してたんだけど、操作自体は前から持ってるのと、 ほぼ変わりななかったよそうなんですね野村さんの「星空解説」楽しみにしてますうん今回はお子さん多いから子供にもわかるように解説するね男の人はこの鑑賞会について何が心配だと言っていますか 商店街にある店の経営者の集まりで女の人と男の人が話しています「男の人は何をしたことで若い職人の意欲を引き出せたと言っていますか?」「本田さんこないだ本田さんのお店にケーキを買いに行ってキッチンの様子が見えたんですけど若い職人さんたち。 すごく生き生き仕事してますねああありがとうございますうちの店月替わりで季節のケーキを作ってるでしょうあれのアイデア出すところから仕入れ製造まで全部若手のスタッフにやってもらうようにしたんですへえ<ー>それが励みになったみたいでねずっと材料の下準備や道具の片付けを主にしてもらってたんだけどそればっかりだと単調すぎて やりがいいを感じられななかったみたみんですよ。本当はそういう基本的な仕事こそ大切なんですけどねそうそうまあ開発をやるようになって責任感も出てきましたいいケーキに仕上げるために基本的なことも以前より丁寧にやるようになりましたよわからないことは先輩の職人にアドバイスもらったりしながら先輩の職人にとってもいい勉強になりますねはい。 季節のケーキの売り上げも少しずつ伸びてきてるし、みんなの給料にも反映してあげないとって考えてるところです。男の人は何をしたことで、若い職人の意欲を引き出せたと言っていますか。 3番講演会でスポーツ指導の専門家が話しています専門家は子どもへのスポーツの指導で大切なことは何だと言っていますかプロのスポーツ選手には幼少の頃からスポーツに打ち込んできたという人が少なくありませんそしてプロのスポーツ選手に憧れて野球やサッカーを始める子どもたちも 実際多いですよね。将来プロになることを本気で目指し小さい頃から必死に努力をする子どももいます。ですが一方で体が未発達の段階で過度な練習を行うことで怪我をし苦しむ子どもも多いんです。厳しい練習を乗り越えてこそ栄冠を得られるのも確かですがその練習は成長に応じたものでなければなりません。 指導者や周囲の大人たちがそれをよく理解することが求められています専門家は子どもへのスポーツの指導で大切なことは何だと言っていますか番テレビで アナウンサーの男の人が、ある図書館の館長にインタビューしています。館長は、この図書館にしかない特徴は何だと言っていますか今日は、新しくできた図書館に来ています。館長の吉田さんです。こちらの図書館、立派な石の壁ですね。はい。この図書館は地域の歴史を尊重し、 歴史的価値のある建物の壁を利用しました。新しい図書館に古い建物の一部を使うというのは、これまで他にはない特色なんですよ。素敵ですね。入り口入ってすぐに貸し出しの機械があるんですね。ええ。最近導入している図書館も多いですが、当館でも最新のものを導入しました。このおかげで本の貸し出し返却が大変スムーズです。 ところで、館内はとても明るいですね。ええ。壁に小さな窓を多く作り、外からの光を広く取り入れる工夫がしてあります。この地域は、冬は雪がよく降るので、室内が暗くなりがちですが、冬でも室内が明るくなり、その結果、電力の使用がとても少なくなっています。この窓の仕組みは、他の雪の多い地域の図書館を参考にしました。 そうなんですねはいそれから市内の他の図書館と同様館内はベビーカーや車椅子でも通行できるように段差をなくし全ての方が利用しやすい設計となっております館長はこの図書館にしかない特徴は何だと言っていますか 5番、会社の会議で男の人が開発中の商品について話しています男の人は何を提案していますかチョコレート菓子の試作品ですが先週モニター調査を行い計50名に試食してもらい感想を聞きました。味についいては甘すぎるという人と、う人 甘さにはまる。やめられなくなるという人が半々でした。甘さが特徴の商品ですし、賛否が拮抗するくらいの方が話題にもなるのかなと思います。価格の設定は味の評価が高かった人はほぼ全員が妥当と答えました。原価も考えると適当だと思います。商品名のアーマンは記憶に残りにくいという声がありました。宣伝の仕方次第ではありますが、 変更を検討した方が良さそうです。男の人は何を提案していますか六番大学で経済学の先生が話しています。先生は、 この授業で何を学ぶと言っていますか経済学では需要と供給における貨幣価値の変化などお金の動きだけではなく例えば政治的社会的な側面との関連性なども研究されています。特に世界情勢や政治的な判断はその国の経済に 大きな影響を与えるため、とても重要なテーマです。その一方で、個人の行動が経済に及ぼす影響についても注目されるようになってきました。人は一体どのようなことを考えながら消費活動を行っているのでしょうか。行動の根源的な動機となる欲求や願望、価値観といった心の動きが経済にどう関わるか、 考える必要がありますこの授業ではその点に着目し勉強していきたいと思います先生はこの授業で何を学ぶと言っていますか問題3。 1番女の人と男の人が話しています中田さん今年町内会の役員やってるんですかこないだの町の夏祭りで係をやってましたよねうんそう町のゴミ拾い活動とか防災訓練とか他の役員のみんなと協力して進めているよ町について新しい発見があるしそれまで知らなかったような人とも話せるようになるから いい刺激になってるよそうですか新しいマンションが増えてる地域なんかでは前より近所付き合いが減っちゃったって聞くけどねこの辺はみんな町内会の活動にも協力的だよ夏祭り木村さん家族で来てたよねはい賑わってましたねあれもポスター貼ったり会場の準備したりいろいろ町内会でやってまあ苦労することもあるんだけど 来てくれた人たちが喜んでくれるとやっぱり嬉しいんだよね男の人は何について話していますか ?1 町内会の役員のやりがい 2, 2町内会の祭りの面白さ 3, 3 町内の人々の交流の減少町内会での新しい取り組み 2>, 2番テレビで旅館の社長が話しています地方によっていろいろな方言が話されています。しかしか観光業 特に地元以外のお客様が多い旅館やホテルなどでは方言の使用を控えるというところも多いです。私どもの旅館では以前から接客時にお客様に楽しんでいただくためにこの地方の方言を使っていますが方言は温かい感じがすると好評です。ただ方言だとお客様に通じない時もあり言い換えたりするなど工夫が必要ですが 様々な方に方言を楽しんでいただきたいですね社長は方言についてどのように考えていますか ?1 方言の使用は客へのもてなしの一つだ 2, 2客に対して方言の使用は控えるべきだ 三、客の出身地の方言で話したい。四、客にこの地方の方言を使ってもらいたい。三番、テレビでアナウンサーの女の人がボクシングの選手にインタビューしています。 ボクシングの山下選手に伺います。昨日の試合は残念でしたが、ご本人としてはいかがでしたかそうですね。初めは相手選手からの連続のパンチがすごかったんですけど、応援してくれてるみんなに自分の倒れる姿を絶対見せたくないと思って踏ん張りました。最後までよく耐えましたね。結果、審判の判定で破れはしましたけど、いくつかいいパンチも当たりましたし、 最後まで攻める姿勢は貫けたんじゃないかと思っています地元やジムの練習仲間もたくさん応援に来ていました山下選手の戦う姿を見て勇気や希望をもらったという方も多いと思いますはい次の試合も粘り強くさらに勝ちにつながるよう頑張りたいと思います皆さん応援ありがとうございました選手は 昨日の試合についてどうだったと言っていますか ?1。全く攻めることができなかった。<S 2, 2。最後は諦めてしまった。3。結果も含め全てうまくいった。4。諦めずに戦い抜いた。 4番テレビで農家の人が話していますうちは梨農家ですこの地域で栽培されている梨の品種はどれも甘くてみずみずしいのに加えて大きさも一般の梨の2倍くらいありますこの地域ではどの農園でも土作りにはこだわっていますうちも土作りにもこだわっていますがそれだけでなく実の一つ一つに 栄養が十分に行き渡るように育てています。梨の花が咲いた後、幹から伸びる枝を整えて、枝の先が上向きになるようにしていくんです。そうすると、土からの養分が上に向かって上がっていくようになって、一つ一つの実が大きく甘く育つんです。おかげさまで消費者の皆様に喜んでいただいています。 農家の人は何について話していますか ?1、1> 梨を作るようになったきっかけ 2>, 2、品種ごとの梨の特徴3、梨を栽培しながら感じる楽しさ4、いい梨を作るための栽培の工夫 5番市民講座で気象予報士の人が話しています日本初の天気予報が発表されたのは1884年現在に比べると当時の観測データは限られたもので予報もかなり大まかなものでした日本の天気予報が進化したのは1950年以降で54年には気象レーダーが初めて日本でも完成し 59年にはコンピュータが導入されました1970年代になると日本全国約1,300か所に降水量を計測する機器が設置され気象衛星も打ち上げられて多くのデータが集まるようになりました今ではスーパーコンピュータが活躍し予報の精度も上がりましたそれらデータに加えて経験豊かな予報士が過去に得た知識を踏まえ予報を出しています

天気予報に必要な知識と経験。問題四。一番。あの山田さん。来週の花見、行くにせよ、行かないにせよ、連絡してくださいね。一。行く場合にだけ連絡するんですね。 二。2> 2決まったらお知らせしますね。三。参加しない方がいいってことですか二番。中川くん、料理の腕が上がったんじゃない一。わかる自分でもそう思う。二。 全然上達してないどうしたら上手になると思う3番佐藤さん新商品のポスター案見たんですがうちの会社のイメージにそぐわないんじゃないでしょうかイメージに合ってるってことで安心しました。 どのあたりを直せばいいでしょうかうちの会社らしいポスターですよね4番。内田さん青山さんが作ったサークルのチラシイラストが趣味っていうだけあるよねそう。 他の人にお願いしてみる。二。趣味程度じゃダメか。三。うん。さすがだね。五番。伊藤さん。来週の出張。私の代理で行ってもらうわけにいかないから。一。 私、行かせてもらえないんですか 2>, ?2。では、気をつけて行ってきてください。3。来週ですね。可能です。6番。ここの料理は本当に美味しいね。どれもホンダシェフならではのアイディアが詰まってるよね。 1, 1本田シェフじゃなきゃ思いつかないね 2, 2本田シェフには考えられそうにないね3本田シェフでも出せないアイデアだね7番昨日の天気予報で大雪って言ってくれてたなら 今日のイベントを中止したんだけど。1。1> ここまで降るって言ってませんでしたよね。2>, 2。天気予報が当たって大雪でしたね。3。言ってた通り降りませんでしたね。8番。 西川大学との共同研究の話、何ら進展がないようだね。1, 1確かにスムーズに話が進んでいます。2すべて終わってよかったです。3全く意見が合わなくて。9番 部長が OK を出さない限り、海外での商品販売は許可されないんだって。1、1> 部長 OK してくれたんだ。2>, 2、部長次第だってこと ?3、部長の許可はいらないんだね。10番、村田さん。 手袋をせずに作業するなんて、危険極まりないよ。一。しなくても大丈夫ってことですか。二。すぐにします。不注意でした。三。それほど危険じゃないんですね。十一番。 展示会で製品が並ぶと、我が社のバイクが他社のものより劣っているのは否めないね。1、品質の差が現れてしまいましたね。2>, 2、改良を重ねた甲斐がありましたね。3、3> ええ、どこの製品にも負けてないですね。 問題5レストランで経営者と従業員二人が話していますここ最近野菜の値段が高騰していてサラダバーを続けていくのは厳しいんだ二人はどう思うそうですね今サラダバーで新鮮野菜のグリーンサラダなどを出していますがそれを減らして 比較的価格が安定している冷凍野菜や豆などを使った新しいサラダを出せば話題性もあると思います。実際のサラダメニューは調理の人に考えてもらう必要がありますよね。うーん。野菜の値段は不安定ですから、ここは思い切ってサラダバーをやめることを考えてもいいかもしれません。でも、ランチは特にサラダバーをお目当てに来店されるお客様がほとんどですから、 なくすべきではないと思いますなくしてしまうとお客様が減ると思いますサラダバーの値上げは難しいですか値上げしてでも継続していくべきだと思いますが私もできれば続けていきたいとは思うよただこのご時世に値上げをするというのはねでしたらサラダバーだけでなくメニュー全体を少しずつ値上げするのはどうでしょうかそれなら一つ一つは少しの値上げで済むと思いますが うちは、ただでさえ、競合店より高めの価格帯でやっているから、メニュー全体の値上げは、客離れにつながりますよね。それは極力避けたいね。うーん。じゃあ、調理の人に新しいメニューを考えてもらうことにしよう。大変な時こそ、工夫して乗り切るのが大事だね。このレストランでは、どうすることにしましたか 1, 1サラダバーに出すサラダを一部変える 2, 2サラダバーを廃止する3サラダバーを値上げする4メニュー全体を値上げする テレビで書店の紹介を聞いて、男の学生と女の学生が話しています。今日は本の街と呼ばれる東町をご紹介します。東町には50点近い書店が並んでいますが、その中から個性的な書店を4つご紹介します。まずは島田書店。動物や植物に関する本を扱う店です。200年も前に、 ヨーロッパで印刷された貴重な図鑑もあるそうですよ。森山書店は児童向けの書籍を扱う専門店です。日本の絵本や児童文学だけでなく、海外の作品も充実しています。南ブックスは地図の専門店です。古い地図も扱っていて、江戸時代の街並みを描いた歴史的に貴重な資料を最近入手したそうです。そして北川ブックスは、 芸術、ファッション、写真など、アートに関する書籍を販売していて、とりわけ海外の書籍の品揃えは抜群です。東町、噂には聞いてたけど、いろんな本屋があるんだね。僕、探してる本があるんだけど、今紹介されてた店に行けば見つかるかも。今度の週末、一緒に行かないいいよ。鈴木さんが探してる本って、アートの本 鈴木さん、たくさん持ってるよね。ああ、今探してるのは草花の専門書なんだ。まだ写真がなかった時代に作られたもので、草花の絵がアートとしても評価されてるんだよ。古い図鑑があるって言ってたし、その店に行ってみたいと思って。そうなんだ。私も行きたい店があるんだけど、いいつい最近、自動図書を見に東町に行ったんだけど、その時は、 地図の店に江戸時代の資料が入ったなんて知らなかったから、さっきの紹介聞いてそっちにも寄ればよかったって思ったんだ。そうなんだ。いいよ。質問1。男の学生はどの店に行きたいと言っていますか 質問2女の学生はどの店に行きたいと言っていますか <music>